夜中の2時です。やっと着きました。きつい。ルームツアーしましょうか。鍵ですね。チェーンもついてる。そして、入ってきて、あ、こっちに、バスルーム。で、というかシャワーとじゃーん、お湯のやつとトイレ、トイレですね。そしてシャワーみたいな、はい。そしてもう鶏鳴いてる。テレビでしょ。なんかもうちょっと良かったと思ったんだけどな。まあ安いからね、安いお部屋なので。でこうでしょ。でベッドあって、おしまい。ここに鏡があるぐらいかな。まあコージーですね。いや疲れた。1時か。今日本では2時だけど、フィリピンでは夜中の1時ですね。1時にこんなにニワトリ鳴く、聞こえます？いやーびっくりした。バスに間に合うと思ったんですけど、バスはもう終わってて、黄色いタクシーの場所が変わってましたね、真ん中に。で白のエアポートに入れない白いタクシーの列があったんですけど、ここに行ったら1200ペソ3000円ぐらい結構ふっかけられたので、無理無理って言って、グラブを使おうと思ってアプリを開いたんですけど、使えなくって、クレジットカードもちょっと番号がこの番号じゃダメですみたいになって、困ってたら入り口のお兄さんと警察官のお兄さんが助けてくれて、グラブを予約して呼んでくれました。なのでこうしてやっと着きましたね。疲れた。なんかやっぱ喉痛いな。
ちょっと二ほどきしてぐっすり寝たいと思います。こんなにニワトリ鳴いてるけど、とりあえずおやすみなさい。